こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。最近ね、えー、日産のゴーン元社長、ねえー、で会長、で今や容疑者と呼ばれている、えー、ゴーンさんがね、えー、逮捕された、えー、いうようなニュースが出て、なんだゴーン犯罪者だったのかと。ひでえやつだ。ねえー、で結局何もやってないじゃないか、ね。数字をちょっと付け替えただけだと。 もうなんか全力全否定で、ねえー、もう犯罪者扱いになってますけど、まあ、ただ、報道を聞いていて、ねえー、それらを、えー、統合すると、まあ、実は、ねえー、何もしてないんじゃないかというような、えー、印象を受けます。ね、ゴーンは強力な、ね、すごい犯罪者というような扱いですがた、まあ、多分何もしてないんじゃないのという気がしますね。えー、まずフランスのルノ・ゴーンを解任してないと。 まあ日本から考えるとね、なんで犯罪者を、ね、雇っておくんだみたいな感じに受けますけど、まあ、そもそも多分、フランスは犯罪者だと認識してないと、ね、まあ、日本はまあそういう国だからやられたねという程度なんで、まあ、特に何もしてないということだと思います。で巨額脱税と、まあ、有,価報告有価証券報告制の過小申告が別問題と。 でこれをごっちゃにしてね、えー、悪く捉えられるようにあえて報道してるんだなというのをね、えー、ひしひしと感じます。まず脱税の内容ですけど、まあ、50億円のうちほとんどはストックオプションを申告してなかったということでしょうね。でこれはまあ実はよくあることで、なぜなら世界中で株式取引に対する利益の扱いは違うからというのがあります。 まあゴーンの場合はね、まあ、多分日本じゃなくて、他の国で、えー、その申告をすると。で他の国は、えー、申告をする必要がないから、申告の必要がないというようなね、多分そういう捜査というかやり取りがあったんだと思います。まあ、なぜならね、えー、普通の日本でせこく、えー、お金を隠して、えー、近海とかね、庭に埋めてるような、その、えー、オーナー社長の脱税と違って、えー 保険報告書に記載されているわけですし、まあ、当然ね、ゴンさんが自分で申告しているわけじゃなくて、えー、会計士がついてるわけですから、まあ、そのね、えー、全く犯罪だと捉えられるような申告をしているわけがないと。まあ、ちなみに、この単純に税金の捉え方の違いだけだったら、まあ、モナコに住んでね、モナコの住人だったら全く問題ないと。モナコは世界中の税金に関する問題であれば。 税金に関する問題だけであれば、まあ、他の国で有罪と、ね、なっていても、モナコに住む分には全く問題ないというのを公言している国なんでね。まあ、そういう国もある。で、えー、ゴンさんはそういう国で、えー、十分暮らす、えー、資産を持っているんでね、えー。それに近い、えー、ところで、えー、申告をしたのだと思われます。じゃあね、50億円のうち40億円がね、えー、そのストックオプションだとしたら、 じゃあ、床保険証券報告書への過少申告って、の報酬させてるのかってことなんですけど、これ、多分、えー、日産のジェット機を使ったり、あるいは社得を使ったりしてるのが、それはね、えー、会社に払ってる分が少ない、あるいはね、えー、ちょっと、えー、報酬と見られる部分を、えー、申告してないという話だと思います。ただこれね、えー ゴンさんもその一緒に、えー、逮捕された社長もね、有価報告証券報告書へ記載する権限もないし、えー、業務も行ってないと、ねえー。その先ほど言ったオーナー社長、中小企業の社長が帳簿をごまかすような簡単な話じゃないです。まあ、日産の,日産の会計監査は EYC 日本有限責任監査法人、で日産の、えー、最高財務責任者はカル軽部宏。まあ、これらの人がね、えー 記載して記入してチェックした書類なわけですから、その記載してチェックした後にね、50億円分減らしとくと、まあ、年間数億円減らしとくというのはできるわけがない、ね。で、報道でもね、役員報酬の総額をいじったわけではないと、ね、総額は変わらないって話してますから、過少申告して総額が変わらないっていうのは矛盾してるわけですよね。だから、過少申告っていうのは、 その、えー、本来は、えー、報酬として、えー、申告すべきものを、えー、申告してないというふうにね、えー、当局が捉えた部分で、えー、過少申告のほとんどは、えー、ストックオプション、申告してなかったということだと思います。まあ、これ結局ね、えー、ゴンさんは、まあ、他の皆さんもやってるようなこと、まあ、ほとんどの企業でね、えー、まあ、 国を股にかけていれば、どこの国に税金を納めるとかね、どこの国の税制でやるとかっていう戦いは常にあるわけですから、ほ、まあ、他の皆さんやってること、またね、会社のジェットギターのね、保養所、あるいは、社宅をね、安く使う、あるいは無料で使うとかね、親族に使わせるっていうのは、程度問題あれ、誰でもやってること。 ね、で誰でもやってるようなことをしてたら、まあ、今回まんまとね、えー、犯罪者ということにして追い落,し追い落としちゃおうと、ねえー、誰かが何らかの思惑で思われて、まあ、あっさりと実現してしまうと、ね、で報道もそういう方に偏っているというのを見てね、す、えーまあ、晴らしいというか、恐ろしいというかね、えー、あっけないというか、えー、そういう、えー、不思議な気持ち、ね、感じました。 で今回のゴーンの騒動を見てね、まあ、実は破綻確実というか、まあ、普,通に破綻し普通に考えればね破綻している年金を当てにする人が多い理由が少し分かった気がしました普通に自分の頭で考えればね当てになるはずないのになぜ、まあ、か当てにしたりね無理して払っ,払ってる人も多いとね、えーまあ、不思議だなと、まあ、年金だけがいけないってじゃなくてね、まあ、国自体、ね、働く人減って人口減ってってねどうなるか 考えればね、えー、まあこのままじゃまずいんだろうと思うんですけどねまあ割と日本に住んでる方ってまあ、他の国の心配するけど日本は大丈夫みたいなねえー、ことを持ってる方が多いんでまあ、不思議だなと思ったんですけどね今回の報道を見て まあ普通に考えればね、えー、まあ別にゴーンさん大したことやってないよねと思うんですけど、まああたかもね、えー、50億円の、えー、帳簿の書き換えを行って、すごい犯罪者だと。何もやってないよに強欲なおっさんだというようなね、扱いになってるんで、まあ、えー、情報操作って恐ろしいなと思いました。まあ別にゴーンさんのファンでも何でもないんですけどね。まあ。 報道してその、えー、雰囲気をそのまま鵜呑みにして、えー、何も考えずに鵜呑みにするというのがね、まあ、ここまで進んだかというのにね、えー、ちょっと衝撃を受け,受けたんでシェアさせていただきました。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。